こうね、こう振ったり伸びてないとダメ。野球ね、野球でもね、野球ね、これで大谷翔平選手に教えたの、こう持ち、大谷翔平選手は左バッターね、右バッターの人が多いから右バッター、右から教えよう。置きます、バット左手でまずこうやってやります。置きます、置く、バットホームベースがあった時によく叩いてますよね。でピッチャーの方に持ってきます、ね、ピッチャーの方に持ってくる。バットの先端がピッチャーの胸あるいは顔で、今度ポンといって上からいきましょう。上からバットの先端を顔に刺してください。ここに置いた、横に置いた時の手が下から持ってっても上から持ってっても同じにしてください。同じね、下から持ってっても上から持ってっても同じにしてください。これ左バッターの人も一緒ね、下から持ってっても上から持ってっても同じで、バット水落ちぐらいです、水落ちぐらいに持ってください。バット下はこうね、でこの可動域のところで打つ、この辺ね、でこれをこうしましたね、こうしましたね、下からね、下ぐったね、これがホームランのライン、これがホームランのラインね、これがホームランのライン、こうね、だいたい水落ちじゃないんだけど本当は、でこれをぐーっと食べれるようにパワーをこの肩までね、肩までエネルギーが、ね、これ弓を引くのと一緒ね、この辺じゃこう弓があってこの辺だけだったらあんまり威力ないでしょ、だからこれをぐーっと持ってきたんです ね、 ね、バッターをまっすぐこのまま持ってきた時にぐーっとこのラインで打つと、ね、ね、終わりましたね。